ご視聴ありがとうございます。ヨドの喫茶です。さあね、今回もミラクルロマンスでオーペナやっていくんですけど、まあ、最初の試合ぐらいは ね出番プレイで見ていきましょうかね。前回までのお話としましては、そう、ロドリゲス投手がね覚醒したんですね。エースが爆誕しました。あと増田選手も覚醒したよね。これも頼もしいレギュラー賞。これで複数ポジション守れるんだからすげえよな。で、まあ、ノリノリの佐野選手起用して、平沢大河さん覚醒してくんねえかなーってところで、平沢選手を注目して見ていきましょうかね。いやー、本当にね、まだ1年目なんですけれども、覚醒する選手がポコポコ出てきてね、チームはかなり成長しているのかなというふうに、まあ謎にね、手応えを感じている次第でございます。さあ頑張ってほしいね。今日の先発はね、木澤投手ですね。リアル木澤投手は、まあヤクルトでね、リリーフとして活躍してますけれどもね、まあ、せっかく勝ち運持ってるんでね、先発の方がこうゲームの中では活躍できるんじゃないかなというふうに期待しております。さあ行け。いきなり2点取られてんね。で、大瀬良さんか。防御率 1.68 だってよ。それでも負け越してるんだね。防御率 1.68 でも負け越すんか。厳しい世界だ。さあ、ノリノリのね、平沢大河さんに打っていただきたいな。さあ、で、初球はバント。もったいない、もったいない、もったいない。うまいけど。うまいけど、もったいないよ。いやー、強気ですね。初球セーフティーか。強気なんかな、これは。で、高めのストレートを見送って、さあ、ツーストライク、ノーボールですね。今だとノーボール、ツーストライクっていうのが正しいか。いいよ、いいよ。ファールは危ない。もう、なんぼでも打っていっていいからね。ピッチャーのスタミナ削っていこうぜ。はいはい、外に外れたボールを見送りまして、あ、大瀬良さん、負けを持ってるんだね。だから、防御率 1.68 とかでも、オッケー。よしよしよし、落ちた。さあ、先頭出たのでかいよ。こっから1点ずつ、よしよしよし、いい、返していこう。でも取ったら取られる、辛い。さあ、第2打席ですよ。さあ、前の打席はね、しっかりライト前に打ち返していったんで、この打席もやっぱ調子よくね、おーい、スプリット狙ってったね。位置的には悪くなかったんだけどね、強振していく姿勢も俺はすごく好きだな。でも、強振対応だったっけ？ミート対応だったっけ？なんか、平沢さん持ってましたよ。内野安打だっけ？正面。正面とも言い難いぐらいの微妙なとこなんだけど。まあまあ、転がしていくして、おし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 。誰が打ったか知らんが。誰かがソロホームラン打った。一瞬チラッと見えた。誰が打ったんだ？誰が打ったんだ？浜田選手。二桁乗せましたね。いや、頼もしいな。リアルのね、浜田選手にも俺かなり期待してるんですけどね。大分県明豊高校出身のね。で、まあ、これね、見てる人は少ないかなと思うんですけど、これの前作ですね。ミラクルロマンスの、まあ、すべてこうパラレルな設定でやってるんですけれども、前作では、まあ、ミスターロマンスとしてね、大活躍でしたね。浜田大樹さん。このシリーズでも活躍してくれると嬉しいな。やっぱりプロヒッター持ちか。よしよし、これは行くんじゃねえか。うん、フェンチョク。いや、でもナイスバッティングだ。よし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 、いいぞ。さあ、ランナー返してほしいな、クリーンナップ。クリーンナップじゃねえか。次は佐野選手だ。いやー、ナイスバッティング。フェンス直撃。点に結びつかなかったけど、誰かが打ってる。誰かが打ってるよ。よしよしよし、大瀬良さん落とした。堀江さん覚醒したんか。覚醒した堀江さん、どんな感じ？強っ！もともといいピッチャーではあるけどね。いや、コントロール爆上がってんなぁ。強い。で、うちは誰が打って、浜田選手また打ってる。で、内山選手がホームラン。いやぁ、素晴らしい。内山選手もね、まあ今シーズンはね、あ、リアル内山選手ね。今シーズンはちょっとね、怪我もあって、出番は少なかったんですけれども、やっぱ期待の若手には変わりないですからね。スワローズの、リアル内山選手ね、活躍期待してます。おし、ナイスバッティング、帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい、よーし、よしよし。いやー、よしよし、いいぞ、いいぞ。ナイスバッティング、平沢さん打つね。4打数の3安打。覚醒してくんねえかな。
さすがにでもヒーローはやっぱりホームラン打ってる選手たちだと思うんでね。ロマダメ押しのチャンスを迎えました。よしよしよし、よしよし、初球から振っていく、その姿勢が俺は好きだ。で、二塁ランナーがね、丸山選手なんで、これはもうシングルで帰ってこれますね。外野定位置だし、前進守備だったらまあちょっと苦しいかなってとこではあったけども、はいはいはい、よ、外見て、さあ平行カウントから、あのこれは落ちはしないか、さすがに、さすがに守備範囲ですね。野間選手守備範囲広いもんね。そういやリアル野間選手なんか最近、オッケーオッケー、勝った勝った時の掛け声欲しい。なんか横浜優勝みたいな感じのやつ、ロマンスも欲しいな。なんか思いついた方いらっしゃればぜひコメントで書き込んでいただけたらと思います。やっぱヒーローはね、浜田選手間違いないね、これはね。そう、リアル野間選手なんかシーズン後半4番とか打ってませんでした。すげえよな、そんな打撃調子良かったんだって。あんまりね、試合やっぱテレビとかで見れてないんで、佐野選手ノリノリなのに4本か、まあまあまあ、そんな日もあるよね。よしよし、あ、ピッチャーも見とこうか。木澤さんが5回3失点で、今野投手が投げてる時に逆転したんかな。あとはもうね、みんなで抑えてって感じかな。大西投手が点取られてるのがちょっと気になるけども、まあ、おかげでね、長谷川投手のセーブチャンスが訪れました。はいはいはい、いいねいいね、浜田選手、いや嬉しい報告ですね。さあ、じゃあこの勝利でね、こうノリノリになったミラクルロマンス、ゲーム差を縮めていきたい。なんて言ったってね、よ、5位になった、5位になった、よし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 、あー、佐野選手、増田選手のノリノリが終わったね。ノリノリ終わったんで入れ替え、ナミキ選手がノリノリいいタイミングじゃないか、いいタイミングじゃないか。ナミキ選手も覚醒したらでかいんだけど、さすがにあれかな、やっぱ。総力 S あるから覚醒はしないんかな。で、調子悪い人はいないかね。調整がいる人はいないね。佐野選手に関して言えば、まあ、ああ、でも、打ってるね。しっかり打ってる。ここらで並木選手を上げておくと。で、増田選手に関しては、まあ、ノリノリ終わったけど、この能力ありゃ、レギュラーで使い続けたいとこではあるよね。なんで、あ、違った。オーダーを変えよう。あ、待って、ファーストか。ファーストか、佐野選手。いや、でも、この辺も、レギュラーで使いたい。うわ、悩ましいな、これ。でも、浜田選手、サードはちょっと不安があるんだよな。ちょっとどころじゃね、だいぶ不安だ。いや、でも、調子のいい選手、やっぱ使っていきたいんで、ここは、いやー、でも、丸山選手も俺、好きなんだけどな。リアル丸山選手とかね、めちゃめちゃ期待してるんですけど、どうしたもんかね。ファーストどうしよう、鈴木大地さんかな、やっぱり。調子を戻して、いやでも宮本武史さん、宮本選手も俺期待してるんで、ここは試合出ていただきましょうかね。試合出ていただこう。で、丸山選手はね、こう泣く泣く、やっぱり、控えにって感じかな。で、左に、強いわけではないけど、左に弱い人多すぎるんだよな、うちのチーム。うちのチームっていうか、今作もそうなんだけど、オーペナーやってたら、モリモリとなんか、対左下がっていきません？さっきね、大西投手が対左上がってましたけども、あれはなかなか稀なケースだと思うね。の、待って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 、あ、平沢さんのノリノリが終わった。いやー、待って、怪我もあるし、待って、3週間の怪我は、これ結構でかい怪我なんじゃねえか。大丈夫か？柴田投手もね、結構俺、期待してるピッチャーなんで、これ怪我で能力下がったとかなると辛いな。肘を痛めた。肘痛はこれ、奥川投手が、あの、ロマンスのね、ロマンス奥川投手が、これでコントロール5下がったとかじゃなかったっけ？柴田投手、疲れえぐいな。下がってないね。むしろ上がってるまである。上がったのはあれか。これあれです。アイテムです。まあ、疲れもあったってことで、ここはやっぱ、いろいろとね、今野投手とかも疲れてるしね、いろいろ入れ替えていくか。
さて、ノリノリのね、丸山投手らを上に上げまして、あとね、内野が薄い外野手ばっかりだって思ったんで、竹岡選手に一軍に来ていただいております。宮川投手がノリノリだと、いやー、どうだろう、覚醒すんのかな、あの年で。で、チームが全然勝たん、やばい。やばい。待って。浜田選手が1ヶ月。大西選手の勝ち運が消滅した。いやー、まずいな。どんな怪我だ？まずは浜田選手。鎖骨骨折？能力はどうなった？なんか自分でも聞いたことねえような声でだよ。鎖骨の骨折？俺も折ったことある、そこの骨。でも能力に影響はないのかな、これだとな。まあ、しっかり直してきてもらいましょうかね。いや、全治1ヶ月は痛えけどなぁ。サイスニード選手はノリノリ。今季中継ぎで使ってたんだけど、おぉ、柴田選手帰ってくるか。一旦見てくるか。はい。入れ替え選手の話ですね。今回は広島編ということで、カープからね、野村祐介投手に来ていただいております。カープにはね、大分県出身の選手、森下投手とかね、常広投手とか、素晴らしい選手がね、いるんですけれども、さすがにね、能力が高すぎる。もう欲しいよ。言えば欲しい。贅沢を言うならね、でもそれをやっちゃうと、まあ動画としてちょっとね、面白くないというか、ズルしてないみたいな感じになっちゃうんで、まあ好きな選手の中で、その中でもこう動画をつまらなくしない、そういった能力の選手を探しまして、今回は、まあ、野村祐介投手に来ていただきましたと。で、スワローズからはね、高橋奎二投手を、カープに、送り出しております。まあ、赤徳とね、調子極端が気になるんですけれども、これはね、動画でなく個人で遊んでたオーペナでは、かなり活躍してくれましたんで、ね、高橋奎二投手、カープでも活躍してほしいなと思います。もちろん、対ロマンス以外でね、まあ、ロマンスの時はできるだけ登板避けていただいて、ね、活躍してほしいなって思っております。まあ、なんだかんだ、6位で、待って、星投手が大幅に成長した。なぜ？急に。まあ、ありがたいことではあるんだけど、で、どんどんなんか特殊能力消滅してってるな。ちなみに、まあ、チームとしては、6位ですね。首位と 27.5 ゲーム差、ぶっちぎりの最下位でございます。ただまあ、思ったよりも戦えてるのかなっていう印象ですね。全シリーズ前のね、動画とかだと、ミラクルロマンスのね、前作とかだったら、50ゲーム差とかついてたんで、このぐらいなら戦えそうな予感がする。で、星投手が覚醒したっぽい。星投手だったよね。コントロールが随分と良くなりましたね。それ以外変わったとこはないけど、まあまあこれは嬉しい。正直ね、30歳で結構厳しい立場にあったけど、この覚醒は嬉しいね。よし、そしたら、まあ、表彰だけ見て今回終わりにいたしましょうかね。どんなシーズンだったのか振り返っていきましょう。ベストナイン取ってる北村選手。すご。北村匠海選手の方ですね。ゴールデングラブはいないか、苦しいな。岩田選手が新人王だ、やった。いや、覚醒してからもうレギュラー掴みましたもんね。大西投手が最優秀中継ぎ取ってる。まあ、優秀でしたもんね。おー、ダントツだ。いやー、すげえなー。もちろん来年もね、続けさせていただきますよ。で、どうだろう。シーズンのチーム内の成績振り返るぐらいはしてもいいかな。それぐらいはやる時間があると思うんで、今シーズンね、うちの選手らはどんな成績を残したのかっていうのを振り返っていきましょう。さあ、宮川投手はね、ちょっと登板数少ないから何とも言い難いけども、この辺まあみんな登板数少ないね。待って、イニングで、木澤投手が結構投げたね。結構投げたけど3勝12敗か。
勝ち運が消えてないのが救いだね。奥川投手が、怪我があったにせよ結構投げましたね。何試合投げてんだこれ。2勝7敗とかだけど。21試合投げてる。1個先発登板じゃない日もある。どういうことなんだ？石川さんが結構イニングいってるね。3勝3敗か。来シーズンも活躍してくれると嬉しいな。防御率決して悪くないもんね。で、この辺が、まあ、大西さん、中継ぎなのに51ホールドポイント。84登板おかしいだろ。そんなに、いやでも、51試合分は接戦でやってるってことだからね。同点またはリードした状態ってことなんで、期待できるね。星投手も、72試合の登板、すげえな。で、覚醒したロドリゲス投手。いやー、来シーズンはね、もう、開幕からフルで期待したいね。笠谷投手50イニングも投げてくれたんか。あんまりね、なんか一軍登録してる期間は長くなかったと思うけどね。ねえ、吉村投手がね、もうちょっと先発登板の機会作りたかったな。調子極端っていうのが怖いけど、この能力は素晴らしいもんね。これ来シーズンも期待したいね。野村投手がね、なんかまあ、1勝3敗調子は良くないんだけどね、スロースターター持ちっていうのも使いづらいとこなんですけど、好きなピッチャーなんでね、なんとか活躍する場面作っていきたいですね。で、うちの最多勝は6勝サイスニードさん。まあ、ノリノリで稼いだ感じかな。最初中継ぎだったけどね、スロースターター持ってっから、つって。で、ついで西田で投手、星投手。星投手に関しては中継ぎだね。大西さんも一緒だ。高梨投手、防御率4点台で負け越してんの苦しいなと思ったけど、勝利の数で言えばうちのね、上から、かなり、上からかなり上の方ではあるよね。で、長谷川投手ね、もう、守護神として定着しましたね。すげえな、じゃあ野手はどうよ。来て乗ったのは北村選手だけか。まあ結構ね、入れ替えながらってのはあるけど。で、ベストナインか。で、なんかベストナインかと言われると他がちょっとね、競合が弱かったんかなって気はするね。規定行ってない岩田選手打ちまくったからね、新人を。左投手に弱いの気になるけど、まあ来シーズン期待ですね。ホームラン王は浜田選手の11発か。途中で離脱したのが痛いね。打点も、北村選手が、うちで一番だ。でも得点圏打率は、決して高くはないね。得点圏打率これ、あれじゃないですか。普通の打率よりも上の選手ってあんまいなくないですか。いたね。丸山選手がいた。来シーズンも期待できるんじゃないこれは。そうでね、チャンスにどんどん弱くなっていく印象がある。得点圏打率なかなかね、上がんないですよね。で、岩田選手27盗塁。うわぁ、来シーズンも楽しみですね。もう開幕からね、レギュラーとして頑張っていただきましょう。じゃあ今回の動画はここら辺で、契約更改はね、もう終わった状態で次回スタートしようかなって思っております。ドラフトからかな。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ次回以降もね、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは、失礼いたします。